これはその縦書き横書きあるかと思うんですけども、そういうのがあくまでも文字中心の、これリフローと固定レイアウトと2種類あります。で、まあ、ちょっと言ってもイメージが湧かないと思うので実際にお見せした方が早いかなと思いますが、これがですね、今起動しているのが Windows 版の Kindle アプリです。前はこれができなくて、パソコンでも読めなかったですね。今はこの大事です。で、こちらをですね、クリックして起動しまして、Kindle が Windows で読めているし、で、まあ、ライブラリーということで、自分の本棚、買ったやつとかですね、無料でダウンロードしたやつとかあるんですが、まあ、そういうのはこの表紙でバーッと並びます。ちなみにこれは僕の本棚ですけど、本物の。いろんな本をですね、サンプルとして買ってたりするので、結構めちゃくちゃな趣味になってます。あまりは気にしないです。で、固定レイアウトの本っていうのはどういう本かというと、こういう漫画みたいなやつですね。これ見てお分かりいただけるように、基本的にその1ページがレイアウトがっちり決まってて、まあウィンドウですね、ちっちゃくすればまあつるつるとちっちゃくなるんですけども、見た目がそのちっちゃくなったからっつって、このコマが次のページに行っちゃうとかですね、そういうのは勝手にコマが移動したりしないですね。あくまで1ページの中が全部決まってて、まあ大きくなったりしちゃうので、ね、これは固定レイアウトです。これは写真集であったりコミックします。で、それに対して、リフローの本っていうのがありまして、これなんかリフローの本なんですが、リフローの本はですね、ページの中で、文字の大きさが変えられたりするんですね。これちょっとここの左下を見ていただくと分かるんですけど、文字がでかくなると、行が押し出されてて、ね、これ一番でかくした場合ですけど、1ページからだんだんこう字が追い出されますよ、ね。まあ、まさにこのリフローといいますか、小さくしていくと1ページに字がいっぱい入るようになるし、文字を拡大していくとこのページに入りきらない字は自動的に2ページ目3ページ目に繰り下がっていく、これリフローです。なので読む人から見るとこの方がその字の大きさ、好きな大きさで読めたりですね、して便利です。あともう一つリフローの特徴としまして、この画面の背景の色とか変えられるんですね。背景黒にしております。あと逆に、白に黒にしてます。コミックが勝手に背景の色変わらないですね。わかりますと思いますけど、漫画で勝手に背景の色変わっちゃってる、隣のページにコマが流れていっちゃうとおかしくなっちゃいます。あれは固定レイアウト、色も決まる。それに対してリフローの方はこれ背景の色が変えられますし、あとその、まあ、他のことで言えば、単語をですね、ドラッグアンドドロップで検索かけたり、ブックマークつけたり、まあ、これがリフローっていうです。なので、さっきパブリッシャーっていう話、PDF って話があったんですけど、PDF から作れるのは固定レイアウトになります。で、こういうリフローのものを作ろうと思ったら、パブリッシャー、PDF とかは作れませんので、別の方法、まあ、ワードとか、EPUB っていう形式で作るので。こんな感じでよろしいですか。はい、要は固定レイアウトって紙芝居みたいなものですね。ページがもうがっちりミックスに決まっていて、それが単に1個の画像でどかどか並んでるだけみたいな、そういうイメージで考えているんです。それに対してリフローはあくまでも文字として結構テキストでできている。だから、自分がですね、どっちのものを作るかをちょっとこう考えないといけないですね。
だまあ一般的な小説とかはまあ当然長く黒いし、まあ写真集コミックスみたいな字の位置が大事な写真の位置が大事なのやつはやっぱり固定であってなっちゃうかなという感じです。でちなみにその文字しかないような本をリフローでじゃなくて固定レイアウトで作る、つまりそのスキャナーでガーッと読んだようなイメージですね。まさにその PDF みたいなイメージでリフローの本作るじゃないか、固定レイアウトの本で文字だけの本っていうのを作れば作れます、技術的には。ただそれやると多分 Amazon さんに怒られます。やっぱりこれも KDP が出た最初の頃にですね、とある出版社がいわゆる新書の本をスキャナーでガーッてかけてリフローじゃなくて固定レイアウトの本でガンガン作りましてですね、それはさすがに怒られました。なぜかっていうと、それはいわゆるコピーした本というか、スキャンした本だから 字だけの画像なんですね、一個一個が点々の集まりにしかない。さっきお見せしたこうハイライトして検索するとか、ブックマークつけるとか、全然できないので、全然それは字だけならよろしくないだろうと、それはダメということです。なので、基本的に字中心の小説とか文章中心でしたらリフローです。いやいやいや、写真集で色とか形とか場所が大事なんだという場合はまあ固定レイアウトになります。なので自分がどっちで作りたいかっていうのはちょっと最初に考えてもらいたいと思います。検索結果は、はい、今言ったようにスキャナーやってることじゃなくて、その固定レイアウトで文字で入れたの、入れた場合、それが検索。固定レイアウトは基本的に文字に見える部分も全部点々の集まりで、いわゆるテキストじゃないんですよね。に変わっちゃう。はい。いや、本当にその写真で撮ったような本を開いて、だからあれはそのもう文字としては認識されないので、ここだ、文字のところだけハイライトするとかコピーするとかできないですし、あくまでも絵みたいな文字っていう感じですかね、点々の集まり。それに対してリフローはその大きさがこう変えられるとかいう方がありますけど、リフローの本って実はそのフォントも変えられるんですね。リフローの本で作るとか、これ今明朝で出てますけども、実はフォントも変えられます。で読む人はどっちでもいいので、ね、変えられるんです。だからこれはあくまでもいわゆるメモ帳で書いたテキストみたいなもので、一個一個はちゃんと字なんです、ね、でそれがその表示するときに明朝フォントとか本職フォントとか読む人が選ぶ。それに対してさっきのケロロ軍曹みたいなのはもうあれ以上どうしようもない、大きくするより小さくするっていうのは一部分だけ切り出すみたいなことができます。こんな感じでよろしいですか。どうしてもその、画像とか図を入れたいとかですね、でその時にはその、要するにその本当の大きさが変わったとしても影響を受けないように工夫して画像を入れるっていう。そうですね、画像の場合は、まずここら辺にこう画像を入れたとしますよね、はい、画像の場合はサムネイル表示が最初されるんですね、はい、でそのサムネイルの大きさっていうのはここで文字の大きさを変えても全然左右されなくてずっと同じ大きさです。だから、周りでこう字が大きくなったり小さくなったりするので、サムネイル自体の大きさは変わらないです。でサムネイルをクリックするとその端末の最大の大きさになります。だからパソコンで見てるとパソコンの大きさだし、 Kindle の7インチで見てると7インチの大きさで表示されます。こんな感じで、はい、前何かご質問ありますか。よろしいでしょうか。じゃあすみません、そろそろ1時間経ったんで、ここら辺でちょっと10分ほど休憩を入れてですね、時計で皆さんちょっとバラつけるかもしれないですけど、20分まで休憩にしたいと思います。ちょっと休憩しましょう。